もし私が、殺して、メットベイからの弁当から出たなら、O2 鳴らしてる、多分。でもそれはあれじゃない？メトベイで左下にいる理由の説明になってなくいない？や、だから左下にいないんですって、私そもそも。タスクやってたんですよ。お願いします。また見つかるのかな。月ら任せるか。ゆうかさん、危ねえ、行かなくてよかった。監視カメラのところで死んでます。監視カメラ、監視カメラどの辺？セキュリティ動いてたね。そういえばセキュリティ、セキュリティ、動いてたね。左の、うん、左側の十字路の右、そっちには行ってないです。ゆうかさんと一緒にアドミンの手前の動線のとこにいました。直前までストレージ、ゆうかさん無理だと思います。うん、センターさんもね、ストレージにいた。うん、うん、あ、だったら確かに右側にいたセンターさん、セキュリティで死んでたのであれば、ゆいさんは多分そこまで行けないと思います。うん、どこにいた、うん、どの辺にいたんですか、ゆいさんは。左側ですね、全体的に。あ、ナビゲーションですね、右側にいました。あ、右側ね。私は右側にいました。私ステムは桜屋さんがナビゲーション付近とかに結構右側中心に動いてるの確認したら、うん、左にいる人、私も右側にいたよ、結構誰か、うん、なんかリオさん行ってみたかな、どっかで。うん、多分見たことあったはず。リオさんルート教えて。うん、リオさんルート、ちょっと待って、マップ。初動が、アドミン行ったはず、確か。アドミン、ストレージ、で、シールド、で、ナビゲーションに向かう途中で、で、ナビゲーション、うん、から上、その付近で停電になって、戻って、シールド、ストレージ、付近に戻って、停電直しに来た。いたね、その時。最終位置は、私、エレクトリカルの停電前だよ。ああ、じゃあ。うん、いたいた。うん、センターさんどこ行った？あ、ね、その時に私、給油してるセンターさんを停電の中でも見えるぐらいの距離で把握してる。それおかしくねえか？おかしくなくない？どこ給油してるストレージ？給油ってか、あれだよ、ストレージの、ガソリンに。左下のあたり。パンダいいですか？パンダいいですか？はい。なんか、アラートが鳴る直前、夢富士さんがピタッと止まってたのを見たんですけど、ずーっとエレクトリカルと、ロアエンジンのところで止まってますね。うん、なんで止まってしばらくしたら、で停電したら、うん、でもそうなるとあそこセキュリティで死んでるんでしょう。うん、だったらそこまで行ってもう一回戻って、ここそこで止まるっていうのはかなり厳しくない？現時点では何とも言えんわ。何とも言えない。机がギギうるせえ。
殺すタイミングむずいやん。これ慣れだね、これね。でも思い切って行くのも勇気だな。そう。ラクターか。いや、怖え。めっちゃ緊張するわ。ないと。そう。行っちゃうか。やばいこれ。黄色見つかったやばいな。はいはいはい。どこですか？めっちゃ。ごめんごめん、今ちょっとぼーっとしてた。今停電直しに来たのね。うん。停電が直ったら、エレクトリカルのその停電直すところに、ゆいさんの死体転がってた。他に人は？あ、いないと思います。うちずっとアドミンにいたんですけど。ずっと動かない、停電の前から動かない人がいて、あれ停電起きたっけ、停電の前から動かない人がいて、ずっと一人いるなーって思って、停電が起きてこれ待ち構えてるのかなって思ってたんですけど。誰が？え、鬼がですね。鬼が鬼が情報が、まあそうやろな。ちょっと私一つ思ったけど死んでたんですね。はい、はい、私一つ気になったんですけど、メドウェイ行ったんですよ、あの、タスクしに、はいはいはい、そしたら、はいはいはい、リオンさんが部屋の左側の方から上に向かっていくのを見て、え、もしかして右側から降りてるよ。弁当、いや、メドベイの部屋の中ですね。部屋の中を、タスクって右側の方にあるんですけど、なんか左側の方から廊下に通路に抜けてったんで、もしかして弁当から抜けてきたのかなって思ったんですけど。いや、でもだったら停電させる必要なくないですか？だって私より先に死体が見つかる可能性あるのに。いや、停電、死体はエレクトリカルでしたっけ？死体はエレクトリカル。だから停電してる時に、あ、気づいたら死んでましたっていう、っていう表現をするためにっていうのも全然あり得るから、そこは多分白い予定ありえない。黒くはならないけど白くはならないと思う。そう、別に、そう、正直な話、もし私が殺してメッドベイカーの弁当から出たなら O2 鳴らしてる多分。いや、それはあれじゃない？メッドベイで左下にいる理由の説明になってなくない？いや、だから左下にいないんですって、そもそもタスクやってたんですよ。私だってカフェテリアストレージロアエンジンからのアッパーエンジン抜けてって、これ処刑しよう。6人時状態だから。いや、だったらローラーしてほしいんだけど、私だって疑われる必要なかったよ、今だって。矛先に向けられる意味がわからんかった。だったら本当にローラーしてほしい。どうすればいいんや。閉まってる。一応タスクを終える時間はあったよね。いや、むずい、これ。どうしたらいいんやろ、これ。冷夏、あ、今、電源切れてんのか。はい、死んでるね、死んでる。アンダさん右下の方いましたね。
右下の方から右下の方行った。そうそうそう。シールドのあたりで、そっからエレクトリカルって言った茶色誰だっけ？桜さん。あ、桜さんミュートになってる。あ、でこの時点で一つ言えるのは、うん、インポスターの勝ちになってないので残ってんのは一人だけっていうことですね。でリオンさんしかリオンさんリオンさんだけだよね。もうほぼほぼだね。はい、左下にいた理由の説明になってなかったしね。ちなみに先端さんって今の時間って何してらっしゃいました？うん、なんだっけ、どこだったっけ？ちょっと待ってよ。右に回って、カフェテリアからウェポンズの方回ってナビゲーション行って、シールド行って、ドレージ行ったんだよね。で、なんか全然さ、停電直んなかったじゃん。なんか停電を直しに行ってたかな。うんその状態から停電ですね、あったよね。うちがですねずっとカフェテリアにいて、うん、停電になりまして、うん、その後停電がなかなか治らないので、うん、エレクトリカルで誰か死んでるかなと思って、うん、遅れてエレクトリカルに向かって死体を探してから停電を治そうとしたら、センターさんがいらっしゃって、うん、カフェテリアのエマージェンシーが押されたっていう流れだったんですけど、うん、はい。うん、さっきの、はい、その、リオンさんの話になるときに、うん、ユウカさんがメドベイで、リオンさんを左下で見たって。はい。で、朝倉さんが、その、エレクトリカルで、待ち構えてんじゃないかって言ったのは朝倉さんだよ。はい。って言ってて、ここの2人は、結局そのリオンさんを追い詰めてる意見になってると思うから、リザしてはセンターさんじゃないかなっていう。もう一回議論するか。これスキップボットして4人だからまだ。そうですね。うん、はい、わかりました。多分ね、そっか、ここで殺されないと思ってたから。ちょっと一人やられちゃったのが予想外だったから。朝倉さん押せる？ボタンって。押せます。朝倉さん押せるのであれば、じゃあリさんセンターさんと一緒にいますわ。リアクター床さんはリオンさん結局さあれですよね、はい、今もう4人の時点でもう2人いないし、うんはい、まあ、ほぼほぼリオンさんってことですよね。あの左下にいた理由の説明にもなってなかったから、ね、床さんない、うん、あうち夢富士さんに投票しそうです。夢富士さんはアリバイなくないですか？その昨日に関して。昨日というか直前、どう言えばいいかな。下ぐるって回ってったから最終位置がナビゲーションかな位置は、うん、で途中で確かに 赤と白に合ってるからそういう意味でもセンターさん怪しくないけど結局自分の怪しさにもなるのかな。どうすかこれ説明がしづらいな。リオンさんって今の時点で絶対にインポスターじゃないですか、うん、リオンさんに対してユウカさんが追い詰めましたよね、うん、それからセンターさんもそれじゃ全然理由になってないじゃないですかとかなり強い言葉で追い詰めていたと思うの で、うん、で誰も助けに入らないな、これはリオンさん違うのかなとも思ってたんですけど誰も助けに入らず結局センターさんとユウカさんが追い詰めてリオンさんが連れたと思ってるのでうちの視点からは夢富士さんになるんですけど、ユウカさんとセンターさんは朝倉のことを疑っていますか？まあ、言うとリさんも疑ってないよ、さっきの意見で。私はもう誰も疑えないっていうか、さっきの場面は私は絶対に押さなきゃいけない場面だったんで、うん、とにかくカフェテリアから動いてないので、他の人がどこにいたっていうのが全くその情報でしか
得られないので。え、なんだっけ、定年になった時は、その、え、朝倉さんもカフェテリアいたんですよね。二、はい、人ともいたってこと？はい、いました。二人ともいな、もうお互い目視したってことですか？はい、いました。ゆうかさんは絶対にいました。はい。じゃあ、リーさんで終わりじゃね？まだリーさんが押せるけど、リーさんが押したところでどうしようもねえんだよな。タスク？なので、今、ゆうかさんはどっちを疑ってますか？誰を疑ってますか？いや、私はリーチさんかな。そうなっちゃうな。じゃあ大丈夫です。うちからは何も言うことはないです。あ、じゃあ処刑する感じかな。じゃあ、いやー、これ申し訳ねえな。黒くないですか？申し訳ねえ。急いでタスクは終わらせるつもりなんで、あと任せます。殺した勝ちでしょ。Okay. ごめんなさい。ごめんなさい。私の判断が間違った。あ、よかった。よかったな。すごいな。素晴らしいな。殺されちゃった。いや、リオンさん。めっちゃ怪しかった。リオンさん、すいません。めっちゃ、めっちゃ身内切りした。むしろね、あれは切り捨ててもらってよかったんですよ。本当ですか。いや、最初から赤をね。いや、キャリーしてもらったな。よかった。いや、むしろ切り捨ててもらえてうまうまって思ってましたよ、私は。本当ですか？インポスターだったら、センターさんについていく必要ないってちゃんと発言すればよかったな。じゃあ次は誰にストーキングしようかな。ストーキングして殺されてるか。一番最初にカメラめっちゃ動いてて、邪魔だなと思ったからカメラを見たらレクさんを消しに行きました。最近幽霊になるとさ、カメラの前に絶対に草のペットがいるんだよ。そう、緑の個体がまだいる。タスクが終わっちゃうんすもん。もう監視カメラ好きだな、あの犬と思って。あの犬。犬じゃないよ、あれ。スライム。あの犬。スライムね。そうだね。いや、そう、今のね、ゲームはね、クルーメイト陣が、エマジンシーもう使えなかったんですよ。うん、誰も、ね、逃げ惑うしかなかった最後。そうだから、リーチさんを突っ立ってでも勝ちは確定してた。もう朝倉さんの過去がパンクすぎる。あそこの時点で終わらなかったので、もう負け決定でしたもんね。なるほど。いや、ありがとうございます、センターさん。いやめっちゃもうずっと任せっきりだったからな、サボタージとか。ヨンさんはやっぱり弁当から出てきてたんですか？弁当から出てきました。あ、そうね。そう、弁当に潜って、いや、弁当に潜って、そのエレクトリカル覗いたら、ゆいさんと誰がいたっけ、ピョンユさんかな、多分。違う、セリカさんだ、セリカさん。セリカさんだ、ピョンユさんいないわ。セリカさんとユイさんがいて、どっちかが消えたら殺そうと思ったんですよ。いや、そうでさ、タスクやりながらさ、セリカさんがさ、先に終わらせて下がっちゃうの見てさ、あって思ったら、もう、ね、左下から来たリオンさんが見えたよね。そうか、どっちかというと、あのセリカの上でセンターさんに殺された。あ、ユイさんいないし、ね、みたいな。だからなんならセリカさんに罪なすりつけようと思ったらセリカさん死んでるっていう。なるほどな。殺されました、両方死んでってビビった。そうで、わざと停電を起こして、いかにも下から合流したかのようにアリバイを作ろうと思ったら、びっくりするほど誰も来なくって。なるほどな。そう、なんかね、そのくだり霊界で見ててめっちゃ面白かった。なんか、あれ来ないな。で、押すかって自分で押すくだりを。いや、もう完全にそんな感じでしたね。せっかくアリバイ作るために丁寧にしたのに。